曲が大きくなればなるほどその時の感情だけでは弾けなくなってくると思うので、まあ、ただ理論だけでももちろんダメなんですよ。その時の溢れ出る感情がないとそれは音楽としてつまらないものになるから、だからバランスですよね。ピアノ習い始めた時から言ったらそれは二十何年間ということになりますけれども、まあ、やめようと思ったことは一度もないし、好奇心を追い求めているっていう、楽しいとか面白いと思えるものを咀嚼して解釈してお客さんに届けるっていうことをやってきているつもりではあります。衣装を選ぶときも自分の中にあるのは心地いいことは求めると思います。絶対それはオンの時でも変わらなくて、腕をとか肩を動かしやすいかっていうことは、長い間着ていて疲れないかとかっていうことは必要条件かもしれないですね。すごく全体通して包まれる感覚があって居心地がいいなと、肌触りも良いのでそれは嬉しいですね。嬉しい気持ちになりますね。まあ、楽譜というその紙を立体化させて生きたものにするのが、まあ、クラシック音楽家のやることだと。変わらないものを、まあ、核として大事にしつつも今だからこそできることを常々考えますね。